香港の映画制作者、コラムニスト、作家、美食家。日本に留学経験があり、香港で多方面の事業に携わる。原石は、関東省、長州。イギリス領マラヤのシンガポールで生まれた。父、蔡文春は、詩人で、若い頃牛を安市正門祭村から東南アジアへ移り住み、後にショーブラザーズのスタジオの責任者となった。母、 コウカオルヘイは小学校の校長だった。サイランは第三子であり、幼少の時は劇場の上の木座橋に寝泊まりしていた。14歳の時すでに一編の文章を南洋商法に発表し、フランスに行き絵を学ぶことを望んでいたが、16歳の時日本に留学することを決め、日本大学芸術学部映画科に入学し、学びながらショーブラザーズで働き、 日本駐在マネージャーと翻訳を担当した。1963年に当時イギリスの植民地であった香港に定住し、ショーブラザーズの制作マネージャーとなった。数分懐がゴールデンハーベストを創立すると映画制作部副社長に招かれた。ゴールデンハーベスト時代に一連のジャッキー・チェン作品の映画プロデューサーを務め、香港映画界の発展に大きく寄与した。 1990年代に日本の成人映画にあたる三級編と呼ばれる性描写のある映画を商業的に成功、普及させた功労者でもある。1980年代に創作を始めてから多くの作品を書き、内容は食に関する旅行記を主とした。名宝、一週間と品化日報にもコラムを書いている。 1990年代に人気を博した起点や芸、ただしが司会するアシマ電子のトーク番組、今夜不説望」では、友人の超ユンファ、ジャッキー・チェンなどのゲストをインタビューした。1990年代の中頃に飲食業に進出し、傍ボ傍ーボー茶や傍傍飯賞などを売り出した。1998年には無線電子製作。 キャセイパシフィック航空協賛の旅行グルメ番組、サイランタン世界の司会を担当した。1990年代には、フジテレビのグルメ番組、料理の鉄人の審査員を務めたことで、日本でも知名度を上げ、その後日本エアシステムの香港、中国路線を中心とする国際線の機内食の監修も行った。香港の候補花園、マカオのセナド広場、 中華人民共和国の新鮮の中心地鉄脇内場と甲州日里見広場で災難美食帽を開いた。中山美里市のレストラン水京居と提携し災難月餅を発売した。2005年にマカオ席を取得、マカオの身分証明書を得た。2006年に香港の中間で旅行者、災難旅遊と製品店、 一楽なりの創設を宣言した。2007年から、サイランならんなどのグルメ番組の司会を担当し、サイラン的生活方式を出版。日本でも、著書を出版するなど、多方面で活躍している。妻の長慶文は映画プロデューサー。ありがとうございます。